めぐるくんにプレゼントがあるんだけど。え？めぐるくん、頑張ってね。ちょっと待ってよ、なんで僕が立花さんの宿題をやらなきゃなんないのさ。さっき水泳部の部室で役に立たなかったバッジよ。めぐるくんは私の助手なんだから、これぐらいは当然よね。何が当然なん。部長命令、つべこべ言わずにさっさとやる。学校の鼻つまみ者にはなりたくないでしょ。じゃあこっちをやるよ。どうしたの？山内先生のこと調べてるんですよね。まあそれはそうなんだけど、確か藤崎ふさばちゃんよね。あなた何か知ってるの？Thank you.
中庭で待ってます。何があったんだろう。わからないわ。でも何か知ってることは確かね。話を聞きに行くしかないでしょ。ちょっと待ってよ。もしかしたら藤崎さんが犯人という可能性もある。今ももう耐えられないとか我慢できないとか言ってたし。なるほど、言われてみれば確かにそうね。じゃあどうすればいいの。そうだな。やっぱり待ち合わせ場所に行こう。藤崎さんの話を聞くのが今のところは一番確実な気がする。それもそうね。じゃあ早速行きましょう。ですね。そりゃもちろん来るわよ。で、早速なんだけど、さっきの話の続きを聞かせてくれない？助けてほしいんです。それはさっきも聞いたけど、どうかしたの？私たち山内先生に死神の呪いをかけてたんです。死神の呪い？方法は至ってシンプル。夜の教室を訪れて憎い相手の机に4って数字をなぞるだけ。ああ、なるほど。そうすると死神がその相手のところに3の神、つまり霊の宣告を届けてくれるってわけか。ということ。共犯者が多ければ多いほど、そしてなぞった回数が多ければ多いほど呪いの効果が高くなると言われてるわ。Thank you.
してそんなことを。私だけじゃありません。みんなにも同じものが届けられました。さっきは部室でそのことを話してたんです。死神の呪いです。私たちが先生に呪いをかけたからお返しが来たんです。でも呪いをかけた本人に帰ってくるなんて話はないはずよ。じゃあどうしてこんなものが届いたりするの？助けてください。このままじゃ私たちみんな死んでしまう。死神に殺されてしまうんです。落ち着いて。
丈夫だって。死神か。